電動車イスサッカーの試合電動車イスサッカーは電動車イスで行うサッカー競技であり障害者スポーツの一つ。電動車イスに取り付けられたフットガードを用いてボールを蹴る。英語ではパワーチェアーフットボール、北米ではパワーサッカーと呼ばれる。サッカーの FIFA に該当する国際統括団体は FIFA である。日本では日本電動車イスサッカー協会が統括し、 日本サッカー協会や他の障害者サッカー団体とは日本障害者サッカー連盟を通じて協力関係にある。試合時間は前後半でそれぞれ20分ずつである。ゴールキーパー1名を含む4名からなるチーム同士で対戦し時間内に得点した数が多い方が勝利する。基本的な競技規則はサッカーやフットサルと似ているが、 ボールを保持している選手一人に対して、相手チームの選手が二人以上、半径3メートル以内のエリアに入って、プレーに関与すると、2対1という反則となる。ただし、相手チームの二人のうちの一人が、自陣ゴールエリア内にいるゴールキーパーの場合は、2対1の反則とはならない。自陣ペナルティエリア内に、守備側チームの選手が三人入ると反則となる。選手は交代して退いても、 アウトオブプレー中であれば、主審の許可を受けて何度でも交代して再度プレーに参加できる。ジャージなどを着用し、フットガードのついた電動シャイで競技する。国際大会では、時速10キロメートル以下で走行。試合の際には安全のため、腰にシートベルトを着用しなければならない。屋内でバスケットボールと同じサイズのコートを用いる。ゴールには2本のポストを置く。 ゴールエリアは幅8メートル、奥行きが5メートルある。ボールは革もしくはビニール製で直径33センチメートル前後と標準的なサッカーボールよりも大きなものが使われる。電動車エスサッカーはフランスで1978年、アメリカ及びカナダで1980年に誕生したスポーツで、日本では1982年に北米で パワーサッカーと呼ばれていたこの競技をヒントに大阪市身体障害者スポーツセンターにおいて始められたとされている。日本最初のチームは大阪ローリングタートル。フランスでは身体障害者の競技大会十ュドラブニールにおいて1989年に公開競技として実施され、1991年の同競技会に最初の公式競技が行われた。 1992年からは国内選手権も開催されている。誕生から20年以上の間、電動車イスサッカーはヨーロッパ、北米、アジアの各国でそれぞれ独自のルール、用具で競技が行われてきた。例えば日本の電動車イスサッカーではタイヤを切って作ったバンパーがフットガードの代わりとして使われ、ボールも直径50センチメートルのものが用いられた。 これに対し、競技としての国際化を図るため、2006年に10カ国の競技団体が集まり、競技規則の統一が行われた。2007年には、初のワールドカップが東京で開催され、アメリカ、ベルギー、フランス、デンマーク、イングランド、ポルトガル、日本の7カ国が参加。優勝はアメリカ、準優勝はフランス、3位はベルギー、4位は日本。 2011年10月31日から11月6日の7日間、フランスで日本を含む世界10カ国が集まり、第2回 FIFA ワールドカップ2011が開催され、日本代表チームは5位となったが、日本協会派遣国最新パニーの2名が、決勝戦出身、副審を担当した。そして2017年には、第3回目となる FIFA ワールドカップ2017が、 アメリカのフロリダ州で開催された。この大会の模様は、電動車イスサッカーの日本代表選手を取材して2018年に、完成したドキュメンタリー映画、ケルの中でも紹介された。日本電動車イスサッカー協会、所属チーム国際電動車イスサッカー連盟、パワーチェアフットボール競技規則2009は約、2010年8月20日閲覧。 関東ブロック電動車イスサッカー協会パワーチェアフットボールとは2007年12月8日閲覧高橋明特集障害者のスポーツ電動車イスサッカーノーマライゼーション障害者の福祉日本障害者リハビリテーション協会2007年12月8日閲覧レフットホートルハンディスポート レサイトオーフィスイエルジュフットボール EN ホートルエラクトリック2007年12月8日閲覧高橋前景ボコブザフローランパワーシェアフットボールイブリーフヒストリーフェダーションインターナショナルでパワーシェアフットボールアソシエーション2007年12月7日閲覧 FIFA フフワールドカップジャパンオクトーバー2007試合結果2007年12月7日閲覧 ありがとうございます。